やー、あいつやー、もう、終わりですよ。おかわり欲しいぐらいですよ。おかわりだよ。あ、そうだ、おかわりだよ。あ、ではですね、こんなちょっしゃんでよかった。あ、じゃあ、カカメラで、あ、カカメラで悩み事を隠すんほら、いいぞ、クニクニクニではですね、最後になっちゃいましたけども、あの皆さん、みんな盛り上がっていきましょうね、最後。歌詞飛ぶかもしれませんけど、あの温かい目で。タスク頑張って。イエーイ。ではですね、バーニングビートレッスン、一応ね、あのそういう名前で、あの自分がですね、大好きな人たちとできて光栄です。とんでもございません、こちらこちら。じゃあ行くぞ。ちょっとね、失敗した曲を
送りたいと思います。ちょっと待って、飛ぶね普通にね、曲順で。すいません、MC 苦手なんで、あの、なんかない？ごめんごめん。OK 出ました。じゃあ、しとりとした曲を送ります。
みんなかっこいい。みんなかっこいい。かっこいいな。これは贅沢ね、それ。すごーい。田蔵先生、よろしくお願いします。はい、ギタープレイに支障があるということで。
急な大丈夫です、大丈夫です、はい、ということでですね、ちょっとノリのいい曲を一発送りますか。ボーイの不朽の名作を送りたいと思います、で、ね、そう合ってます段取り通りだよね。ノーニューヨーク、ノーニューヨーク、オーライノーニューヨーク。川が降りて間抜けだったね。うわ、ね、これあの打ち合わせなしですよ。今のこれ自然に起きた現象です。もっと引っ張れよ。そうね。そうね。タチも大丈夫。大丈夫。マツくん大丈夫。大丈夫。他にセット開けようか。ね。大丈夫。大丈夫です。じゃあ最後に最後です。次が。はい。
ありがとうございます。バチ君大丈夫？大丈夫。じゃあ最後に夢を見てる奴らに送るぜ、ドリーム。小倉君。
2人これあの辺さんの辺で歌うオーマイビート2人かな、2人かな、じゃあ、たったったったお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。俺か。みんなで。行くぞ！せーの。僕今年で楽器屋さん20年目なんですね。10代の頃楽器屋さん来て、いつかボーイドライブやりたいなと思ってたんですね。夢だったんでね。そう、初めて。いろんなコピーバンド大会やってきたんですけど、やっと夢が叶いました。もちろん俺一人の力じゃなくって、やっぱ賛同してくれるね、やっぱりみんながいたし、それをね楽しみに見に来てくれる方も本当にいてね、朝から本当に手伝いもやってくれて本当にありがとうございます。もう感謝の気持ちがもう何言っていいか分かんないです。楽器屋の店員としてちょっと自信なくしてた時あったんですけど、でもこうやってなんかやっててよかったなって本当思います。今日すごいみんなの笑顔見れて本当よかったです。で、まあ、今回第1回目でしたけど、第2回、第3回ってやっていきますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。